ご紹介の皆様、今日元気ですか？はい、元気ですか？今日はたまちゃんとちょっと友達になりたいので、はい、なりたい。LINEの部屋で、はい、いろんなあんなこんなそんな話をしたいと思っています。はい。緊張する。緊張してます。本当に、なんかどこでも話したことないので、はい、ちょっと DM とかはちょっとしたんだが、はい。会うのは本当に初めてだから。初めて。5分前に初めましてでしたからね。まあ、はい、嬉しい。ありがとう、来てくれて。ああ、とんでもないです。こちらこそありがとうございます。めっちゃ嬉しい。かわいい。ありがとうございます。私がさ、たまちゃんをなんで呼んだらいいかな？はい、うん。いや、全然たまちゃんでも。たまこでも。他に欲しいなものない？え？呼び方ですか？そう。どうしよう。でも、せっかくなら呼び捨てしてほしい。まあ、たまちゃんでいいか、今の距離感は。いいですよ、たまちゃん。近く行くから。ほんとですか？やったねえさ、私はね、はい、たまちゃんが、はい。まあ、魔王様って言ってくれるのも、嬉しいんだが、はい、はい。なりお兄ちゃんって言ってくれるなら、幸せかなって思う。はい、ああ、なるほど。なるほど。ああ、なりお姉ちゃん？やばいやばいでいいんですか？めっちゃくちゃいいよ、めっちゃくちゃ。なりお姉ちゃん呼びますよ、もちろん。今呼んでくれ。呼びます。じゃあ、これでよ。たまちゃんとなりお兄ちゃんに。はい。呼びました、じゃあ。お願いします。お願いします。ちょっとさ、はい、話するときに何がいいかな、ちょっと、準備したんだがさ。はい。たまちゃん、LINE してる？LINE？ あ、LINE してますよ。交換してくれますか？わぁ、しようかな、これ終わったらね。これ何？ナンパされてる？え、ナンパ？え、今日、あれ、お友達じゃ、え、ナンパ？今日。くどかれてる感じ。たまちゃんにナンパとかちょっとやばい。たまちゃん何歳になったっけ?13 歳？あ、それ13歳。ダメだよ。ダメだよ。気がついたよ、これ。やばい。頭がめちゃくちゃ赤くなっている。顔が。ナンパされた。ナンパされた。自慢しよう。自慢するの？自慢します。なりお姉ちゃんにナンパされちゃったわって自慢しに行きます。でもこれ良いかも。ちょっとみんなはわかるじゃん、じゃあ。なりちゃんはたまちゃんが好きらしいみたいにさ、噂が、うまりちゃんは。噂になっちゃうかもしれないですよ。やばい。ちょっとさ、はい。おはようはちょっと可愛いことを見ると、いじめられたい人なのに。いじめられたい？そう。あ、いじめしたい。あ、いじめしたい。したい。そう。ああ、そう。なんかサムネ見たら、なんか、なんか卵取られてて。なんか、そういうことにしたかったんだが、なんか、前で見ると、はい。できないよ。いや、全然取っていいですよ、この殻。全然、一個あげます、一個。嬉しそうに。じゃあさ、これ本当に私が取るよ。はい、うん、どうぞ。じゃあ、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 じゃ
いや、サムネめっちゃ可愛く書いてくれて、すごい嬉しかったです。あれ、めっちゃ可愛い。なんか、まあ、はい、これで本当に大丈夫かな、うん、みたいにさ。いやいや、めちゃめちゃ嬉しかったです。あれ、保存しました。本当は？あげる、はい、あげる。え、ください。記念に、もうさっき保存してました。嬉しくて。あげる。よくやるんだよ。ちょっとさ、たまちゃんと私が似てるかなっていう思ったよ、うん、でも髪の毛もさ、はい、あ、確かに髪の毛もちょっと確かに似てるし、え、嬉しい。え、身長何センチですか？142だよね、うん、あー、まあ、ほぼ同じです。ほぼ、まあ、たまちゃんは139でしょ、はい、え、すごい知ってくれてる。あれ、バレてる。探してみてたからよ。バレてた。同じって言ってもいいかなと思ったんだけど。バレてた。そして見たらわかるでしょ。く、いや、3センチ負けました。まあ、たまちゃんはもっと成長できるよ。いや、もうこっから大きくなる予定なんで。どのくらい大きくなりたい？身長。じゃあ、とりあえず、143センチ目指して、隣お姉ちゃんと同じ身長を目指します。ちょっと、とりあえず。僕よならもっと高くてもいいじゃん。じゃあ、160くらいで。かっこいい。じゃあ、待ちます。たまちゃんが160になったら、ちょっと、うん。これはダメだ。何ですか？何ですか？いやいや、今ちょっと、ナンパするおじいさんみたいに。いや、もうすでに初っ端ナンパされた気がするんですけど。あれ？最初からナンパされてた気がするんですけど、やる気のせいかな。すいません、皆様、でも。はい、一番目をこれよ。取るのが一番かなって思ってる。まちゃんの一番目を自分に13歳からならま、はい。いや、なんか、うん、そう、先輩とこうちゃんとサシコラボするのが初めてで。あ、ほんと？いや、そうです、そうです、そうです。嬉しいよ。いや、なんかめちゃめちゃ嬉しいのと緊張とで、もう今、もうごちゃごちゃです、今気持ちが。私も今ごちゃごちゃ、今溶けてる。やばい。なんか、出来を、会話出来をさ、ちょっとほぼ、10個くらいね、準備したんだわ、今、メロメロで。そうなんですか？溶け溶けて、今も行きたい。やば。ちょっとさ、ちょっと見たんだがね、はい、うん、たまちゃんが多分、はい、デビューしたから、はい、好きな先輩がさ、はい、何先輩で、いや、そうですよ。聞きましたが、それ、はい、マオ様のどこが好き？はい、ああ、言っていいんですか？言ってください。もう、いや、言ってしまえば全部好きなんですけど、もう、まず、その、可愛い声と、可愛い見た目と、あの、いや、この間、この間の 3D お披露目が本当に可愛くて、お疲れ様でした。え、そう、終わろう。いきなり終わろう。思い出しちゃった。いや、なんかその 3D の時の動きとかも全部可愛くて、いや、もう可愛いで固められてるのが好きなのと、あと、なんか日本語の勉強すごい頑張ってるイメージがあって、なんかすごい努力家だなって思ってて、そういうところをすごい尊敬してます。やばい、これほんとイメージだけかも。でも、でもさ、日本語勉強もっとやりたいってね、今思ったよ。たまちゃんとさ。いや、でもすごい上手で。ほんと？ほんとですよ。そんな話してたよね、たまちゃんがさ。魔王様の日本語、たまちゃんより上手ですよって言ったよね。言った。そう、始まる前に言いました。そう、たまより上手です、日本語って。でも、もっと上手になって、たまちゃんに教えてあげるため、頑張ります。あ、
お願いします。ぜひ日本語を教えてください。お兄ちゃんだからさ。お姉ちゃん、お願いします。